皆さんこんにちは、別冊歌会発起人翔です。今日ですね、雨の新宿に、新宿御苑に来ています。あれ、もしかしてその後ろ姿はネイビアンダイボリーの翔正樹さんじゃないですか。翔さんじゃないですかなんつってね、さっきお茶してたんですけど ね、どうもよろしくお願いします、改めて紹介します。ネビアンダイブリー下島咲希くんです。よろしくお願いします。下島咲希です。ね、今年はあの去年に引き続き、大阪の歌会にも出ていただきました。ありがとうございました、こちらこそありがとうございました。ツアー どうだった大阪。いや、初めてあの共演するアーティストもいて、やっぱ僕より年齢 の若いアーティストがすごくたくさんいたので、その中で果たして自分おっさんがどういう感じでライブできるのかなというふうにすごく心配半分楽しみ半分だったんですけど、終わってみればものすごいなんか勉強になることばかりで、やっぱりたまには若者のエキスを注入しなきゃいけないなというふうにちょっと思いましたね。素晴らしかったです。あの共演のみんなが、あの大阪在住のミュージシャンとかも、いや下地さんの歌素晴らしくってって言って、後輩のミュージシャンが見に来てたんだけど、いやもう泣けましたって言って、男のアーティストなんだけど、いや下地さんの歌泣けましたって言って。いや嬉しいです、ありがとうございます。俺のね、俺発起人なのに立場がないからもうちょっと手を抜いて歌を歌ってほしいです。ありがとうございますあ、けどね、オリジナルの曲も最近、ね、ネイビア、もちろんアゴー君とのね、ユニットだからアゴー君の曲歌っていたけども、そうなんですよ。今年からちょっと曲作りも本格的に始めて、自分なりのなんかできないなりに詞とメロディーを紡いで曲を作ってるんですけども、でもやっぱりすごくなんか自分で作るってことになってから、すごくなんか、でもすごくアンテナを張り巡らせることで、いろんなことになんか気づけたりするので、なんかこれからも精一杯いい曲を作っていけるように頑張りたいなと思ってます、またなんかやっぱりネイビーとは違った下地君のソロならではの魅力がね、なんかあるなと思って聞かせてもらったんですけど、それじゃあ、最後に上野への報復をお願いいたします、今年もやってまいりました。9月21日、上野水上野外音楽堂、この日はなんと誰かさんの誕生日ということで、なんかそれももちろんあのおめでたいし、なんか本当に別冊歌会ツアーというのはファンとそしてアーティストでなんかみんなで作り上げるイベントだと思っているので、ぜひあの夏の終わり、まだ残暑厳しいと思うんですが、移動しないでください。なんかいろいろ舐めるようになんかね、なんか夏の思い出を最後に作って、来た人みんなが上野の帰り道幸せな気持ちで明日頑張ろうというふうに思ってもらえるような、そんななんかイベントにしたいなと思ってますので、9月21日ぜひ皆さんと 100% 楽しみにしたいと思いますので、次回の方をぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。ございます。ネビアンダイボリー下島咲希でした。みんな待ってるね。よろしく。